リコリコ遊びたい。いつもはちょっと女性3人が盛り上げてくれるんですけれども、今日私さすがにちょっと一人じゃ寂しいんでですね、ゲストにこのモデルハウスをご案内していただこうと思います。それではお願いします。ニコニコ住宅と、平井本舗大牟田荒尾店の、店長をしております松尾司店長です。はい、はじめまして、よろしくお願いします。平屋のモデルハウスということで、これ場所どこになるんですか。はい、大牟田市の南部の方になります。ちょっといいですか。おちょうどですね、はい、緑の国、すごいもう目の前じゃないですか。グリーンランドといえばファイアワークス、ここを一望できるんですね。そうなんです。その最高な立地に立つ、はい、この素晴らしい平屋、間取りはどれぐらいになりますか。作りは 4LDK、 ちょっと中の方ですね、いじって、うん、まあイメージ的には 3LDK のような空間をちょっと広げたような形になってるので、もう見てもらって実感してほしいな。ご案内の方よろしくお願いします。行きましょうか。はい、行きましょう。お願いします。じゃあ中の方ご案内いたします。はい、お願いします。どうぞ。あ、玄関広いっすね。ちょっともう、もう早速、はい、今流行りのシューズクロークですね。可動棚でしょ。あー、なるほどですね。ゴルフバッグだったり釣り具だったり入れれそうですね。十分入ります。ベビーカー。ああ、もうお腹の方に収めていただいて、入ってきた空間を広く。靴箱がないですね。本来だったらここにあるからですね。そうですね、それも窮屈になりますもんね。そうです、うん、それではちょっと今度リビングの方ご案内したいと思いますので、はい、どうぞどうぞ。あ、すごい和室、これもしかして畳コーナー。さっき僕が言ってたの覚えてます？ 4LDK 言ってました。はい、仕切りがない。そうです、仕切りをなくしてリビングを広く見せる空間がかなり広く感じるので、まあ後ほど案内しますけど、キッチンの方からですね、はい、子供さんがここで遊んでても、はいはいはい、奥様十分家事しながら。本当ですね。見れるんです。畳の部分で4畳半になります。まあ、ここに LDK16.5 畳、はい、書いてます。先ほどの4畳半の畳、うん、はい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 、あれは別になりますので。あ、ということは、はい、ここの空間、はい、21畳ぐらいあると。そうなんです。これだったら別に 4LDK にわざわざしなくても。そうですね、 LDK を広く見せることによって、はい、間取りは 3LDK になるけれども、はい、リビングが広く見えるという。そうです。あ、めちゃめちゃいいアイデアですね。まあ、これだけ広いリビング、うん、こちら見てください。お、大容量の収納が、はい、リビングの収納どこにあるのかなと思ったら、はい、これだけ広いんで。ありますよ。収納をなくしてるのかと思いました、はい、キッチンの広さはもう抜群にいいですね。いつもニコニコ住宅のキッチンは広いと思います。はい、全然十分な広さだと思います。ここの広さも十分取れてますね。もう娘様とかだったらですね、そうです、一緒に料理したりとか。夢です。他に食洗機ですね。お、はい、めっちゃいいですね。お仕事されてる奥さんとか利用価値があると思います、はい、ともう当然ですけど、この IH ヒーターオール電化です。あ、助かる。外にエコキュートのタンクがあります。ガスいりません。はい、節約もできると。できます。後ろにはカップボード、はい、食器棚ですね。まあ、どんどんやっぱり物って増えていくからですね。確かに減ることはないですもんね。増えることはあっても。そうです、そうです、はい、増えてもじゃんじゃんこう入れれるって感じですね。全然入ります。お部屋の方ちょっとご紹介していいですか。あ、お願いします。はい、わ、4畳半。はい、あ、もう見ての通り4畳半のお部屋になってます。子供部屋になりますかね、ここは。大体そうですね。なるほど。玄関からリビングを取って、はい、子供部屋に来るということは、はい、親は安心ですね。親は安心ですよね。実際僕も家建てましたけど、子供部屋に全然いないですもんね。わかります、寝るだけなんですよ。私もそうです。4畳半で全然いいと思います。全然いいと思います。収納もちゃんと、はい、先ほど、あー、もう完璧ですね。はい、リビングにあった収納と同じ広さな、はい、お洋服がしっかりかけれて、一人分ならこれぐらいで十分でしょうね。いや、もう十分ですよ。枕棚あって、まあ、女性の方結構服が多かったりしますけども、うんうん、これでも十分。そうですね、かかると思います。あ、まあ、ここと同じ広さのお部屋、うん、この収納も一緒ですけど、うん、がこのお隣にも同じ部屋が。なるほど。じゃあ最後ですね、寝室ですね。そうです、愛のお部屋。はい、これ6畳サイズになってます。広い。またおしゃれですね、壁紙がね。一壁だけのアクセント、シンプルでいいでしょう。収納はどちらに。あ、収納がですね、こちらになります。出ました、ウォークインクローゼットですね。そうです。
あ、いいですね、この分けてある感じ。僕の家はちなみに嫁自分って感じですね。全くその通りで、ね、でやっぱ女性の方がやっぱね、いろいろ、そうですね、もう多いから、なんなら僕のもう最近ないですよね。あ、ない、気づいたらないです。 もはやない、はい、2人の収納だったらこれで十分でしょうね。あ、もう全然十分と思います、うん、収納も建具ではないですね、はい、あ、そうです、もう扉っていうのが最近少なくてですね。でもない方がやっぱ開放感もあっていいですね。もしちょっとこう仕切りが欲しいなとかなった時は、うん、あの上の方から例えばあのロールスクリーンだとか、ああ、ありますね、よく今市販でもあるので、はいはい、私たちあのメンテナンス、うん、お客様のご自宅行くんですけど、はい、そういう時よくご自身でつけられる。なるほどなるほど、はい、もうそれでも全然いいですもんね。全然お客さんが入るわけじゃないんで。そうですそうです、はいはい、自分たちの空間だからですね、はい、最後にですね、はいはい、あの水回りの方ちょっとご覧いただこうかと思いますので、はい、洗面所、はい、そしてお風呂です。これはもう1616サイズの、あ、そうです、標準のお風呂ですね。はい、天井ご覧ください、うん、あ、わかります、浴室暖房乾燥機。そうです、標準装備です。そしたらもう冬は風呂も寒くないですし、部屋干しもできるっていうのがいいですね。そうですね、そのためのランドリーパイプになってますので。で、洗面化粧台も伸びます、引いてください、出ますよ。おー、完璧じゃないですか。髪の毛ここにようつくんですよ、ここしないといけないんで、はいはい、これここ押してこうすればいいですね。そうなんです。笹原までご堪能させていただきました。一番最初に聞いてた 4LDK なんだけれども 3LDK 中ところの、はい、答え合わせは、はい、なんとリビングが21畳に見えるという、まあ、こういう建て方もできるっていういいプランになってますよね。ありがとうございます。お庭も広かったですよね。そうですね、やっぱりあの平屋ということもあって、はい、敷地が83坪。ちなみに駐車場何台分ぐらいあるんですか。まあ、大型でも2台でプラス軽でも2台、合計4台は十分入ります。4台、まあ、お子さんが、はい、いずれ免許を取って車を止めれるスペースもあると。ありますね、あ、来客でも十分。そうですね、はい、気になるのがそうですよね、価格、はい、なんと2490万、安っ、税込みです。2500切っちゃうんですね。切ります。月の支払いはどれぐらいできますか。毎月の支払いが、7万円。7万円、ちょうどぐらい。ちょうどぐらい、はい、そしたら大体皆さん今賃貸に住んである方とかは、はい、大体6万から7万の方が多いんで、が多いですね。ほぼほぼ変わらずにこの家手に入れてちゃうチャンスだよと。大無駄ないし、はい、パラオにお住まいの方、見てるお客様に見ていただいたモデルハウス笹原モデル、実感するためにぜひ足を運んでください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。それではニコニコ遊びたいでした。バイバーイ。バイバーイ。